ここがティンバーレイン。ここでトルーソンの言った戴冠式が行われる。あの城に人が集まってる。どうやら間に合ったようね。空が重い。人は向きそうね。天はトルーソンの味方か。すぐに町の状況を把握しなきゃ。おい、おせっかいさん。あんたのことだ、キャスティさんよ。エドマンドさん、どうしてここに？あんたのおかげで、俺らはこの国に迎えられた。それに、今日は戴冠式だ。盛大にお祝いしなきゃな。盛大ね。ここの王子は派手好きでな、世界中から人が集まるぞ。東から新聞記者も来てるぜ。ん？なんだ、難しい顔して。なんだって、戴冠式が襲われる。しっ、声が大きいわ。私の話信じてくれるの？何言ってんだ、あんたの言うことなら信じるさ。また誰かを助けるために走り回ってんだな。俺にも協力させてくれ、キャスティさんよ。ありがとう、エドマンドさん。この人たちを雨から遠くへ避難させないと。おいおい、これだけの数をか。俺たちは牧羊犬じゃねえぞ、キャスティさんよ。そうね、もっと人手が必要だわ。それなら心当たりがある。ついてきな。酒はまだか？酒だ！祝いの席だぞ。飲まねえ奴は反逆者だ。この人たちは？ティンバーレインの兵士たちだ。飲んだくれちゃいるが、式が始まりゃ町中に配備される。なるほど、兵士の言うことなら町の人も聞いてくれそうね。おおい、何する気だ。ティンバーレイン王国兵の皆さん。お、姉ちゃん、一曲歌ってくれんのか。あいにく違うわ。私は旅の薬師、キャスティ。皆さんに知らせに来ました。この国に危機が迫っていると。
危機だ。雨です。皆さんの命を奪う紫色の雨が降るんです。悪い冗談はよせよ。めでたい戴冠式だぜ。冗談じゃないの。早く避難しなければみんな犠牲になってしまいます。町の人々を守るには皆さんの協力が必要なのです。バカバカしい。証拠はあるのかよ。なんだ、あの腕の黒いのは。見たこともねえ。気味悪いぜ。私はその雨を受けた。幸い一命は取り留めたけど、仲間はみんな死んだわ。みんな死んだ。私がここにいるのは、仲間が命をつないでくれたから。悲しみを繰り返さないために、あなたたちを救うために、どうか信じてください。皆さんの手を貸してください。おい、どうするよ。手を貸せったってな。あの女、本当に信用できるのか。黙って聞いてるよ、骨なしどもが。あんたは。この人は我々の恩人だ。先のサイの町の一件で多くの同胞を救ってくれた。あの時の俺のダチも救われた。あんたがあの薬師だったのか。この人の行動によって我々は移民側と和解することができたのだ。恩を忘れては恩義の国の兵とは言えない。この恩人を信じ手を貸そうではないか。ああ、酒場で飲んでる場合じゃねえ。俺たちでこの町の危機を何とかするぞ。ありがとう、兵士長さん。屋内に避難しろ。窓を閉め切り、外の空気を入れるな。順調ね。あとは彼らに任せよ。私は雨の元を立たないと。急がなくちゃ。おい、どこに行く。あんたも早く屋内に。私はトルーソーのところへ行く。どこにいるか知ってんのかよ。推測はできるわ。
あなたも誘導が終わったらちゃんと避難するのよ。死ぬんじゃねえぞ。ありがとう、エドマンドさん。さて、トルイスも雨を広く降らせるため、より高台で風上に行くはず。風上で一番の高台は西の丘か。でも雲の流れを見る限り、じきに風向きが変わるはず。西から北とすると、高台で風上となるの。ティンバーレイン長、そこにいるのね、トルーソ。
からだ。砂漠民家いざ。よし。ンル私の獲物だ。カラペコだ。ガルガルガル。さあ、やーい。えい、さて、はっ。こちらの番だ。さあ、行こう。はっ。踊る。勝てばなる。また不思議の舞。行くわよ。よっしゃ。ナシビ。ああ。富国の誇りと共に。次の患者は私の番。私の船王の一戦来た来た急いで殺さここからだいやごめんどうしていく聖火の光私の獲物だ急いで待ってさあこちらの番だなまだまだだな私の番来た来た獲物だ踊るわよさあ踊りましょう行くよやみが来るここからだ檻を切り裂けさあ行こう急いで私の番ね冷やしておくわ今よまた不思議の舞よし気まずいたって踊り続けなきゃねファイヤーよこちらの番だな行きます。おや？治療を始めましょう。踊るわよ。雨の色が。トルーソ、やはりそこにいるのね。
もう症状が。雨の毒が強くなってる。待ってなさい、トルーソ。わけにはいかない。さあ踊りましょう。私の獲物だ。アグネア、行きます。ほよ。
くよ。トルーソ。これは団長、まだ生きてたんですね。生かしてくれたの、みんなが。無駄なこと。また見たいんですか、街が消えていくのを。そうはさせない。羊どもを家に入れたんですか。ご苦労さんです。窓を閉め切ってもいずれ空気は流入します。この煙を消さない限り同じことです。トルーソ、私はどこかで期待していた。あなたの中にまだ昔のあなたがいるかもって。でもあなたは黒く染まってしまったのね。おや、命は奪うものではなく救うものでは。あなたを倒すわ。一人でも多く救うために。あの時団長も彼の話に耳を傾けるべきだった。そうすれば一緒にこの世を救うことができたのに。あなたも救ってあげますよ、団長。戦うしかないのあなた。さあ、闇が来る。こちらの番だな。私の獲物だ。私の番ね、救いに。
これでよし。元気出たよ。踊るわよ。待てばこれがサーダメ。ごめんね。こちらの番だな。大検証ブランドよ。さあ行こう。闇が来る。おや？行くぞ。行くわよ。踊るわよ。闇が来る。いざ。立派ね、光くん。突撃弾。さあ、行こう。よいしょ。こちらの番だな。さあ、ストーリーどうしようかしら。突撃弾。わからない。愛しい人を失う苦しみ、自らの死を恐れる苦しみ、苦しみにまみれて生きることに何の価値がある。苦しんででも生きようとするのは希望があるから。例えば無益な戦いを終わらせたい。例えば娘に愛情を伝えたい。そんな尊い希望を叶えるために私たち薬師は全力を尽くす。命を懸けて。苦しそうだ。救いの手を差し伸べますよ。町のみんなも。
死を待ってこんなに決められる。さあ死ね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 。やってくるから。ほら、もっと毒を。行くわよ。行くぞ。獲物のために。私の番。クライマックスよ。おりゃ。およ。踊るわよ。早く特効薬を。雪しずく、マレーヤがくれた花。でも雨には複数の症状がある。そのすべてを治せる薬を調合しなきゃ。完成させられるのは私しか。ん？キャスティ。キャスティ。マレーよ。思い出せ、キャスティ。思い出す？何を？あなたの旅だ。歩んできた旅路のすべてがこの薬につながっている。私の旅路？水源の汚染、浄化槽、ローサに命をつないだウロシズメの葉、そしてマレーヤが託してくれた雪しずく。キャスティ、あなたならできる。私ならできる。調合を開始するわ。浄化槽、ウロシズメの葉、セイリンカ、赤種穂、
して雪しずく、この調合は初めて。効くかどうかわからない。安全かどうか、それなら試すしかない。私自身で。どうしようかしら。私の全てを込めて。呼吸よし。血も収まったようね。麻痺も引いてる。そして黒い腫瘍も消えた。これで全ての症状を治せたわ。ありがとう、マレイア。完成したわ、雨の特効薬が。ひどく寒い。命がついえるの何度も見てきたけど、そうか、これが死か。そうか、きっとこれが。ドルーソ、どうです団長。一人でも多くを救うために必要な選択だった。団長、あなたは変わりません。ほんの少しも変わっちゃいない。いつまで変わらずにいられますかね。トルーさん、雨戻った。キャッシー。エドマンドさん、よかった、無事みてえだな。町の人たちは？大方は避難できた。だが逃げ遅れた奴が何人か倒れちまってるんだ。くそ、煙を吸っちまったか。エドマントさん、これを。それはもしかして。ええ、雨の特効薬よ。ありがてえ、これがあれば逃げ遅れた奴らも。さあみんなの治療を急ぎましょう。おう、こっちだ、エドマンド。薬師さんが来たぞ、もう大丈夫だ。
頼んだぞ、キャスティ。ええ、任せて。すぐ始めるわ。さあ、もう大丈夫よ。これで全員救えたわよ。マレーヤ、私はあなたたちの意志をつなぐことができたかしら。ああ、その手で多くの命が救われた。ありがとう、団長。他のみんなも喜んでいるだろう。キャスティ、私はひどく疲れた。眠らせてくれないか、あなたの手で。おやすみなさい、マレーヤ。そしてみんな。お目覚めか。私は、あんたが寝てる間に無事戴冠式は終わったぞ。そんなに眠っていたの？町の人たちは？なよ。もしかして噂の薬師さんですか？あ、デルスタタイムスの記者です。あなたが人々を救ってくれたんですね。世界中に向けて一言お願いします。私が救った。
いいえ、違うわ。彼らを救ったのはエール薬師だよ。